望。それは人間誰もが持っている欲求や願望といった動機の一つである。ある者は欲望を持つことそのことが罪深いことになると教え、そしてある者は欲望は自分に欠けているものを求め完全な存在になろうとすることだという積極的意味を与えていると唱える者もいる。しかし人間の持つ欲望を利用し世界を食らい尽くそうとした者たちがいた。その者たちの名はグリード。800年の眠りより目覚めたグリードは完全な体を取り戻すために人間の持つ欲望から怪人たちを作り出し人間たちを襲い始める。そこまでだ、グリード。誰だ変身。足だけは速いな。また何ていうかこと言われるな。おっと、そうだそうだ、みんな今日はこの会場にグリードの奴らが現れるって聞いてやってきたんだ。また奴らが現れた時は俺を呼んでくれ。そっちはあっちを探してみっかな。しよって。だが早いところ大目玉を探し出さないと我々も大目玉を食らってしまうぞ。そんなことは分かってる。しかしオーズの邪魔が入った以上我々だけでは戦力不足だ。なんとか強いヤミーでもいればいいのだが。強いヤミーか、しょうがないな。お前どうしたんだ、そのメダルは。グリードの幹部たちからくすねてやったのさ。すんげえすんげえすげえじゃねえかお前。じゃあ早くこいつを使って闇を生み出そうぜ。おいどうした。闇を生み出すためには強い欲望を持った人間が必要だ。それは知っているが何か問題があるのか。なあ、闇を生み出すのはいいが俺たちの思い通りに動いてくれるかな。そうか、下手したら俺たちの命も危ういってことか。そうなんだ、諸刃の剣というか。しかしオーズが現れた以上はそうも言ってられないことも事実だ。そうだな、このまま行くと俺たちはオーズにやられるか幹部たちにやられるか、どちらにせよ生き残れる可能性はゼロだな。おい、だったらこのメダルにかけてみるか。それじゃあこの会場の人間たちの中で
一番欲望の強そうなやつにメダルを埋め込むとするか。さあお前はどうだ。欲深そうな顔をしているが。おい、こっちにも欲深そうな人間がいるぞ。何？見せてみろ。こいつこいつ。おお。え、ダメだこいつ。ダメか。じゃあこいつならどうだ。あ、こいつはダメだ。あ、じゃああいつ。却下。あ、じゃあこっちじゃなくてこいつ。問題外だな。かなかいないな。よし。あいつならどうだ。お？あいつは顔が怖いだけだな。はあ、なんだなんだ、どいつもこいつも大した欲望がないな。ほとんどが自分たちを高めるための欲望、欲求しか持っていない。我々の求める欲望はもっと人間が欲する貪欲な欲望だ。うん、おい、おう、どうした。おい、そこのお前、ものすごい貪欲な欲望の匂いがするぞ。なんだと。ふんふんふん。おお、すごい。こんなにたくさんの欲望を持っている人間を初めて見た。お前、こっちに来い。ジタバタするな。おとなしくしろ。うるさい。手間取らせやがって。さあここにおとなしく座りやがれ。さあ人間ども、光栄に思うがよい。闇が生まれる瞬間を目の前で見ることができるんだからな。泣け、叫べ、そして恐怖しろ。その方がより強い闇を作り出せる。待て。うん、は大丈夫かい君。しまった、オーズが先に現れやがった。こうなったらなんとかあの人間にメダルを埋め込み、強引に闇を覚醒させるしかない。そんなこと俺がさせない。おい君、絶対に僕から離れないで。安全なところへ逃げるんだ。ああ、チャンスだ。油断したな、ウォーズ。さあ目覚めよ、ヤミー。しまった。なんてパワーなんだ。しかも強い。そう、こんなことになるんだったらアンクからコアメダルをいくつか借りてくるんだった。うわー、すごい強さだ。ああ、あとは我々の言うことを聞くかどうかだが。よし。おい、お前、私たちがお前の生みの親だ。さあオーズを倒すのだ。おい、お前、さあオーズを倒すのだ。ん、あいつどうしたんだ。おい、お前、この私を舐めてんのか。いいか、
さっきからピー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 うるさいやつだ。弱いやつほどよく吠えるというが本当だな。ひやっぱりこうなのか。あいつ何かいつものヤミーたちとは違うな。欲望よりも人間としての意識の方が強いみたいだ。何なのかは分からないがすっげえいい気分だぜ。とにかく何かをぶち壊したい気分だ。おいそこのお前、あいつの欲望って？あいつはいろいろな欲望を抱えていた。金、食い物、車、パチンコ。その中で特に大きかったのが、何でもいいからめちゃくちゃに壊したいという破壊衝動だな。なんだって？手始めにそこのあんたたち全員ぶっ壊してやろうかな。おいちょっとあんた、俺たちは君の仲間だよ、仲間。そうそう、ここでオーズを倒して幹部たちも倒せば俺たち怖いものなしよ。そして世界も征服できる。何？それは本当か？そんなことは俺が許さない。面白い。世界征服の前の生贄としてお前をぶっ壊してやるぜ。さあ行くぜ。なんだ、お前たちが手こずっていたオーズってやつも大したことはないな。さすがは旦那。さあ次はグリードの幹部たちを倒して我々で世界を征服しましょう。いや、その前に腹が減った。向こうで飯でも食いに行くぞ。どうすんだ。やっぱりこんなことになっちまったじゃないか。このままあいつの言いなりになっていたらフリードの幹部たちに使われているのと変わらないじゃないか。ああ、隙を見て逃げ出すとするか。そうだな、それが一番だ。おい何やってる、早く食い物を持ってこい。はい喜んで。お前のとこは厳しいからな。いつもあんたは悪者なんだから何でも奪い取りなさいって言うんだが、やっぱり俺もそこまで悪人になれなくてよ。お前もか。実は俺様もこの商売から足洗って真面目に働こうかなって思っていたところだったんだ。え？じゃあなんで今回の作戦に参加したんだ？いや親友のお前に最後に花を持たせてやりたくてよ。作戦成功したらボーナスが出てお前の嫁さんも喜ぶし、お前も少しは鼻高々かなって思ってよ。友よ、
とう、友よ。気持ちだけで十分だ。ああ、だけどこれからどうするよ。なんだ、そういうことだったのか。おーず、お前、俺たちの話聞いてたのか。ああ、もしお前たちが本当に改心して真面目に生きていくっていうんだったら俺も協力してあげるけど、しかし偶然とはいえあの闇は恐ろしく強く、人間としての精神がそのまま残っちまってるから余計に厄介なんだ。どういうことだ。さっきあそこにあいつの人間の時の体はあったんだが、精神だけ持っていかれてるんだ。つまりあいつを倒せばあの人間も目を覚ますことはないということだ。じゃあどうやったらあいつを倒せるんだ。やつのコアメダルの場所を見つけ出し、そこに必殺の一撃を加えれば。そうか、コアメダルを失えば精神が解放され、あの人は助かるんだな。ああ、だけどあいつ強いからな。そうだ、お前があいつと戦ってる隙に俺たちが後ろから羽交い締めにして。そうそう、ヤミーの動きを封じた隙にコアメダルを破壊するってのはどうだ。いい考えかも。よし、その作戦で行こう。じゃあまずはここにヤミーを連れ出さなくては。な、分かった。じゃあ俺はその辺に隠れてる。オッケーオッケー。じゃあ俺たちはヤミーをここに連れてくるからな。作戦スタート。なんだなんだ、お前たち、俺様は眠いんだ。ヤミー様、あそこにすっごい美味しい食べ物がありますよ。何？いや、もう腹いっぱいだから帰って寝る。いや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 、ちょっと待ってください。なんだ、まだ用があるのか。ほら、あそこにすっごい綺麗なお姉さんがいます。マジで？どこどこ？違う、何やってんだ。ああ、ちょっと待ってくださいよ。なんなんだお前たち、俺様の眠りを邪魔するのか。それとも何か企んでいるのか。え？いえ、何も。なあ。怪しいな。何を企んでいるかは知らんが、お前たちのせいで眠気が覚めてしまった。腹いせにこの会場をぶっ壊してやる。そうですよ、それでこそ悪者。そうそう、さあお前たち、オーズを呼んでみせろ。せーの。そこまでだ、グリード。はあ、またやられに来よったか、オーズよ。いいだろう、今度はお前の息の根を止めてやる。そう簡単に行くかな。行くぜ。今度はヤミーにとどめよ。おりゃあ、おい、何するんだ。ギャッハハハ、まんまと騙されおったな、オーズよ。そうそう、ヤミーが俺たちの言うことさえ聞いてくれれば問題ないさ。じゃあ真面目になるっていうのは。ああ、あれは会場の人間とお前を騙すための嘘。嘘。さあお前のコアメダルをいただくぞ。信じてたのに。ふん、騙される方がバカなのさ。お前たち、
絶対に許さない。な、何？この心を踏みにじるとどういうことになるか思い知らせてやる。くっそー。だが今度は我々3人で相手だ。普通に勝てるかな。こんなこともあろうかと。アンクからコンボは禁止されてるんだけど仕方ないか。さあ悪者タイジといきますか。呼んでくれ。それじゃまた会おうね。バイバイ。